こんにちは、長野インターネット放送局と申します。はい、こんにちは、こんにちは、です。今、長野県は千曲町、あんず祭りですね。はい、来ております。自己紹介お願いします。はい、私、鍵盤ハーモニカ奏者のトミー超と申します。トミーさん、はい、今日の演奏はどうでしたか？はい、演奏はもちろんそうなんですけど、やっぱり皆さんとこう一緒にね、見てる皆さんと一緒にのその笑顔とか拍手と、そういうエネルギーをもらうと、また演奏の方も元気になりますし、そしてその皆さんからいただいたその元気のパワーがまた皆さんに還元していく、そういうなんかライブ感で本当に久しぶりに楽しかったです。観光大使ってお聞きしたんですけども。そうなんです、昨年まで5年間観光大使を、千曲市の観光大使を務めさせていただきました。今年はどうなんですか？はい、今年はですね、観光大使というものは、任期満了しまして、なるほどなるほど、はい、今年からは音楽親善大使として、はい、活動させていただいています。あ、そういうことなんですね。はい、そして早速このあんずのお祭りでライブ、やっちゃいましたね。はい、もう本当に、いやー、本当に先ほどもうね、申し上げましたけども、やっと千曲に本当の春が帰ってきたような、そんな感覚でいます。もう後ろにちょうどあんずの花が咲いてますけど、はい、素晴らしい咲き栄えですね。いやー、本当にそうですね。日本一のあんずの里と言いますけども、はい、でもこのあんずのこの咲きっぷりですよね、私は世界一だと思っていますけども。なるほど。この、まあ、実はこの鍵盤ハーモニカは千曲市の間伐材、使わなくなったその木を、はい、再利用して、そしてこの実はこの鍵盤の部分も、子どもたちが使わなくなった鍵盤を実は再利用、 SDGs ですよね、再生鍵盤で再生木材を使って、作っております。ちょっと音が聞きたいところなんですけども、はい、どうでしょうか？はい、学校で使っているのと、またプラスチックのとはまた違いまして、少し柔らかい音がします。はいはい、違うんですね。はい、はい、こんな音になっています。しい、なんか物が違うっていうような感じがしますね。うん、ありがとうございます。中身は全くね、学校で使っているものと一緒なんですけど、使っているその木材ですよね、あんずの木を使ったり、いろいろするんですけども、はい、その木の材質によってまたいろんな音色が変わります。そして明日、はい、また何かイベントがあるというお聞きしたんですけど。そうですね、明日は、和カフェよろず屋さんのその2階にあります千曲未来というところでですね、ワークショップを、させていただきます。誰でもミュージシャンっていうね、1時間、皆さんの、ね、体験していただこうと思いまして、なんと無料で開催しておりますので、ぜひよろしければお立ち寄りください。トミーさんはどんなこう演奏者になりたいと思ってるんでしょうか？そうですね、まあ、鍵盤ハーモニカという楽器が、今はまだ、なかなかそのメジャーなところでは使われていないもので、最近は、ね、だいぶ流行ってきたところがあるんですけど、この楽器をメジャーのシーンへ、持っていけれるような、まあ、そして世界に通じる楽器になるような、そういったプレイヤーになりたいと思っています。ぜひ夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。